昔昔、あるところにプロジェクト村という村がありました。そこには責任感が大変強い虫さんたちがたくさんいました。プロジェクト村ではいつも何が起こるか分かりません。雨が降ったり、突然問題が起こったり、予測できない問題が何度も繰り返し起こるようになってから、村のみんなが次々と変異し始めました。変異した虫はみんな胸にサの文字が見えて、サバを読むようになったため、サバ読み虫と名付けられました。サバ読み虫はダラダラ仕事を進める行動を取るようになるため、納期遅れ、予算超過、目的使用未達成などが村の大問題になってしまいました。そこでサバヤミムシの特効薬として有名な CCPM ガスを使うことになりました。ここで説明すればなりません。 CCPM ガスはイスラエルの地理学者オールドラグランパスが発明した理論のもとに開発されたガスであります。このガスはプロジェクト環境における人間の問題解決、つまりプロジェクトの発生してリスクに対処するための問題解決を全て解決する画期的な特効薬と言われているのであります。すると、どうでしょう。サバヤミムシたちは立ちどころにヤルムシに変異していったのです。でもその中で一匹だけ違う虫がいました。一匹だけ違うその虫は、他のヤルムシが喜んで食べている親方バッファを食べません。とても不思議なのは、何も食べていないはずなのになぜか一向に痩せないのです。綿密な実体研究によって、この虫は実は自分のサバを隠しておいて、それを見えないところで食べていることが分かりました。注意深く観察してみると、胸にサの文字がうっすらと浮かんで見えます。この虫は隠れサバヨミムシと名付けられました。隠れサバヨミムシに実験的にダイエット治療が行われました。自分のサバを食べられないように、そのサバと思われる部分をバッサリ切り取ってしまったのです。食べ物がなくなった隠れサバヨミムシは大変です。みるみる痩せてしまいました。隠れサバヨミムシはみんなが食べている親方バッファをちょっとだけ食べてみることにしました。一口食べたら驚きです。ものすごく美味しいのです。するとどうでしょう。隠れサバヤミムシが突然変異していきます。それも普通のヤルムシよりも大きい矢の文字が胸に見えます。これは責任感がもともと強いので、矢の文字が太くなるのではないかと言われています。この虫は超ヤルムシと名付けられました。超ヤルムシは人気者です。責任感が強く、みんなの面倒もよく見ます。おかげで納期遅れ、予算超過、目標使用未達成などは全くなくなり、村はそれから末永く栄えたということです。めでたし